しました。一方、領有権争いがある南シナ海問題については議長国フィリピンが中国に配慮する形で議題として取り上げられませんでした。しかしアメリカのオバマ大統領、フィリピンとの二国間協議などで積極的に発言、中国を牽制しました。We agree on the need for bold steps to lower tensions, including pledging to halt further reclamation, new construction, and militarization of disputed areas in the South China Sea. この問題は翌日行われた日米首脳会談でも話し合われ、南シナ海での自衛隊の活動について、安倍総理は日本の安全保障に与える影響を注視しつつ検討すると述べ、将来自衛隊の艦船を派遣する可能性に触れたようです。そうですね、条件付きっていうんですね、日本の安全保障に影響があるということであれば検討しましょうという言い方したの。ただ、その後ね、菅官房長官は徹底的にそれ否定をして、こう火消しに走ってるんですよね。つまり安保法制に対して、日本大統領はものすごく期待感を述べて、その上で